ご機嫌いかがですか？今回 MC を担当しますジュースジュースの上村あかりです。今回は一人で MC ということで、私がハロステの MC をさせていただくのが今回が10回目ということで、すごく記念すべき回なんですね。なので今日は噛まないように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。そして最近のジュースジュースはですね、ライブギア2018 Go Ahead Special というホールコンサートツアーをやっています。残り数少ない公演にはなってしまうんですけども、はい、今回のホールコンサートが初の7人でのホールコンサートということで、メンバー自体も気合が入っております。頑張っていきたいと思います。それでは上村あかりがお送りする今回のハロステ、まずはこちらのコーナーから。モーニング娘。20周年企画思い出ディクショナリレーのコーナーです。モーニング娘。20周年の歴史をまとめた辞書をモーニング娘。OG の皆さんとモーニング娘。ワンエットのメンバーとのリレーで作っていきます。今回はこの方が登場します。どんなキーワードが出てくるのでしょうか。14期メンバーの森哲咲です。私は2017年6月26日にモーニング娘。に加入しました。こう秋ツアーを終えたりだとかして、ようやくこの環境にも慣れてきたかなっていうふうに思っています。今もこうしてモーニング娘。があるのは、応援してくださっているファンの皆さんのおかげです。ありがとうございます。さて今回私が選んだキーワードは兼任です。はい、兼任はこう初めて聞いた時もどういう風になるのか全然こう実感が湧かなかったりとかしていて、実際やってみると、こうカントリーガールズはとっても可愛いイメージがあるグループで、モーニング娘。はすごくかっこいいイメージが私の中でも本当に強かったので、こうギャップというかこう切り替えが難しいなって思ったりもしたんですけど、こうだんだんやっていくうちにこうそのギャップが逆に自分の中でも楽しめたりするようになったので、こう今ではだいぶ慣れてきたんじゃないかなっていうふうに思っていたり、あとは秋ツアーをこうやった時に、去年秋ツアーをやった時にこう20周年記念コンサートツアーっていうタイトルにも20周年記念っていう言葉が入っていて、こう昔の曲から最新曲まで本当に披露している曲がとても多くて、こう覚えるのはやっぱり時間がかかったんですけど、メンバーの皆さんにとってもこう教えていただいたりして、なんとか終えることができて、その秋ツアーを終えたのもあってか、なんかそのなんだろうな、去年の冬ぐらいからなんか馴染めたかなっていうふうに自分でも思ってきて、こう秋ツアー乗り越えられてよかったなっていうふうに思いました。メンバーの方から秋ツアーを終えた時に、こうよく頑張ったねとか、たくさん覚えられたねとか言っていただけたんですけど、自分的には全然そういうふうには思わなくて、リハーサル当日にその日やる曲を覚えていったりだとか、こう全然パフォーマンスに余裕が持てていなかったので、次のツアーではもっとパフォーマンスに余裕を持ってやりたいなとか、新しい目標もできて、20周年ということなので、これから先30年とか40年とか、モーニング娘。がもっともっと続いていけるように、こう私も頑張っていきたいなっていうふうに思います。ということで今回私が選んだキーワードは兼任でした。次回は誰が登場するのでしょうか、お楽しみに。以上森哲咲でした。今回のキーワードは森と千咲ちゃんで兼任ということでした。はい、そうですね、兼任といえばカントリーガールズとジュースジュースを兼任している柳川七海ちゃんがジュースジュースとして新メンバーとして入ってきた時に、もうすごい大変なのにずっと楽屋とかでも笑ってたりとか、
あと結構ね疲れてる時はこう一人で寝てたりとかそういうのを見てうわすごいなって思ったりとか、森戸千咲ちゃんの話はあのハロープロジェクトのコンサートの時にその、まあ、先輩だった佐藤まさきちゃんとか福村さんとかから結構聞いてたりして、曲の数がすごいあるのでモーニング娘さんは、なのですごい数の量の曲を覚えたっていうのを聞いてさすがだなって思いましたし、柳川七海ちゃんも森戸千咲ちゃんももうみんな頑張ってるんだなって思いました。はい、モーニング娘。20周年企画思い出リクショナリレー、次回はどんなキーワードが出てくるのかお楽しみに。続いては定点観測ハロステスタジオのコーナーです。このコーナーではハロープロジェクトのメンバーが自分の目標や課題に向けて個人練習やリハーサルに臨んでいる場面に密着し、メンバーそれぞれの練習への取り組み方や個性を観察していこうというコーナーです。今回はハロプロ研修生のリハーサルに密着しました。ところが、なんだ、上中心ばっかりにならないことは、はい、うん、しっかり下踏ん張って歌って、で、突き進めのそのフレーズ正確に見て、季節が変われば、ここはちょっと軽やかになりたいんです、はい、なんで、ちょっとメリハリつけてください、はい、うん、で女心は服装に出るから、ちょっと仕掛けていった先のセイハローがもっと堂々といきたいんです。はい、はい、肝心から息切れたね。どうしたっけ？大丈夫？大丈夫。大丈夫。なんかね、三人な感じがしないんだよ。肝心とかドーンドーンとかが。で、ラスト。これも三人な感じがしないんだよ。はい。あのね、そこを、もうちょっと束になるところ、ちょっと束になってきた。はい。はい。うん、じゃあまずはダイエット、いやいや学も数えきれないよ願望を、今恋がゆっくりと回り出したら今度塗り巻かれる花が咲く、北海道研修生が2階で半円でスタートになります。一発4つ目で、4つで小さくなりながら、あっち1、2、3、4、4人までがポーズします。次が5人目がこっちになります。せーの、おーチャララ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 、ザザツツツツツツツタタうーたた、そのままでいた、タタタタタタタラタタンタタタタタ、移動、おー一発だけ外向いてあげて、はいはい、そうすると後ろに目が行くと思うんで、4名が1列目、今2列目、はい、回るのは一周回ってきてくれると自分の位置に戻れるようになると嬉しい、はい、なので3人のところは そういうことだね、はいはい、3人、ここは真ん中が3人、次は2人、一回自分のとこついたら回らないですよね。
シュン。はい、はい、これも今すごく中途半端な感じ、はい、ちょっと思い出そう、はい、A メロとかどんな感じでやってたの？軽くウキウキね、うん、軽くウキウキで、そんでもってちょっと言葉はっきり欲しいんだ、はい、だから今ちょっともやっとしてる感じなんです、はい、軽くウキウキ。 B メロはどんな感じだったっけ？落ち着いた感じ、落ち着いた感じだ、うん、そこでちょっとわちゃわちゃしないで落ち着いた感じだ。でもちょっと言葉は伝えたい、歌詞ははっきりね。サビはどうだったっけ？一番山場で盛り上がるように、うん、盛り上がるように持ってきたいんだな、うん、その流れわかる？特に新人、はい、うん、そうそう、それをしっかりやってくれる？はい、諦め追い続けて一尺玉を打ち上げろ。1列目、2列目の人は2列目の人は1列目の間に入ってください、はい、でそのまま3列目、4列目は、はい、入ります。でこっち側に回ります。こっち側外に回ってください。でそこは7人で回ります。はい、はい、せーの、おーつた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 。思い出してください。はい、例えばさ、一尺玉を打ち上げろのロロ、打ち上げろー、打ち上げろー、あのローにアクセント。サビ、日本の空にハハアクセント。うん、ドドンドドンはあのもうあの花火のドーンという地響きなイメージ。はい、ブーパンセ、口は開けるな目を開けろの目目、うん、これちょっとはっきりさせて、その後に天までが来るんです。ここで大変なのですが、曲の切り替えっていうか頭の切り替え、イメージの切り替えをお願いします。はい、ちょっと爽やかにいきたいんです。移動してもらっていい？せ、移動を、はい、自分の位置に向かって、そのまま抜けれる？タタタツタタタアアアタツツツツツツルツ。ありがとう、そうしといてください。自分のベッドで歌うからよ、どこに届く自信があるの、私永遠の手を引き続けよ、彼女になりたい、彼女になりたい、嘘つきにしないで。リズムに乗ること、あとプリプリプリティなことを忘れないでください。はい、稲葉さん素晴らしいね、彼女になりたい。ありがとうございます。あ、本当になんかちょっとなんつんだろう、元祖って感じね。そうそう、なんでちょっと皆さん稲葉先輩を見習っていただけると、リズムの取り方とかね。はい、小野田、岡村、はい、新沼、中山の、はい、でもちょびっと自信があるの私のでものピッチ、これがちょっといまいち甘いんで、これをちゃんと取ってほしいのと、はい、あと自信があるの私のダンス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 のリズムが取れてないので、これをちょっとしっかり取ってほしいんだ。はい、はい、以上です。ありがとうございます。実力診断テストに向けてのリハーサル映像をご覧いただきました。そうですね、本当に笑顔で元気よく歌って踊ってる姿を見るとすごい初心に帰るというか、なんか研修生の時ってこうだったなって、みんな頑張ってるなというふうに見てて思いました。今後結成される市岡玲奈がリーダーを務める新グループ、高瀬くるみ、清野桃姫が在籍する新グループ、この2つのグループのメンバーを選出するオーディションを開催中です。オンリーユーオーディションという名前にある通り、
これだけは誰にも負けない、これだけは私にしかできないという特技、才能をお持ちの方からのご応募お待ちしております。いってらっしゃい。今日も一日元気に頑張ってね。ファイト。ここからはハロープロジェクトのライブ映像をお届けします。今回はこちらをご覧ください。あるんでしょうか、ネイティブ おどおどしてちゃ飲み込まれるよ、都会では。愛が恋だと言うつもりなら、そんなにもう男らしくて自信ありやで、爽やかに甘い顔はできない立場の胸元が開いたら、こうか私の才に気づいてね。愛してよ、誰にも負けず、愛して愛して愛しすぎて、安心か優越か、それが欲しいの。抱きしめて生まれたまま、ド派手なド派手なド派手なのキス、この愛が本物と分かればいいの。この愛が本物と分かるように、キスして。いいなりになんてなってほしいと言ってないの。悪いところはしっかりしてて欲しいもの。人の彼氏がよく見える日もあるけれど、もう色を引っ張って気にさせてよ、しっかりと。なんか雲になるほど寂しい夜だけど、今夜の君は少したくましいと思う。今までとは少し違う香水をつけてみるわ。愛してよ、燃え尽きるほど愛して愛して愛しすぎて、少しくらい強引でちょうどいいのよ。抱きしめて生まれたまんまの裸の裸の裸のキス、この愛が本物と分かればいいの。この愛が本物と分かるように、キスして。
イツは苦手だから、誕生日はいつも同じ遊びしたい、窓辺の外ぐらい見下ろしたドラマチックはいらない、君と私二人きり、それだけでよかった、それだけでよかった。君に
まあ、の力強いダンスだったり、あと歌詞もですね、結構あの強気な女の子の歌なので、まあ、若い子とかなんか共感できるんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、ビデオもぜひたくさん見てくれたら嬉しいなと思います。はい、そして裏ハラバーですけども、はい、モモダどうですか。はい、裏ハラバーはこの衣装の曲なんですけども、はい、緊張も衣装もいつものアンジュルムのこうガツガツかっこいい感じとは違う可愛らしい、ね、まあ、歌詞もすごく本当に切ない女の子の歌詞で、本当になんかいつもと違うアンジュルムの表情が見れると思います。そんないつもと違う雰囲気をすごく注目してほしいなと思います。はいはい、そして最後にカナナ。はい。フレンズ、はいはい、2018アコースティックバージョンですね。前回出した君だけじゃないさ、はい、フレンズ の、はい、あの2018アコースティックバージョンとしてすごくゆったりとした曲調になっているのと、はい、あとは一人一人メンバーのソロがすごく堪能できる曲になっていて、はい、この曲は本当に寝る前に聴くとすごいぐっすりと眠れる曲なので、たくさん皆さんね、寝れないよって悩んでる方とか確かに聴いていただきたいなと思います。お願いします。お願いします。そしてですね、そして28日日本武道館公演があります。イエーイ、やばい。はい、5月28日ということで、私たち今春ツアー中なんですけども、12トイレプラスっていう春ツアーやってまして、まあそれのファイナルとして日本武道館公演、実はこの10人で初めてなんですよ。はい、もうこの10人で初めてのツアーにもなっておりますので、はい、でもやっぱりね、この形で大体約1年ぐらいやってきて、そうですね、いやもう本当にいい感じに、ね、はい、やってきたなーって、またここからバンバンやっていきますので、ね、ぜひこの機会見てほしいなと思うんですけども、はい、あの初めて立つ武道館に、ね、初めてとして、カメちゃんどうですか。はい、初めてあのアンジュルムのコンサートで武道館に立つんですけど、この12トイレプラスのツアーの集大成ファイナルとしてもふさわしいライブになると思いますので、皆さんぜひもうガツガツガツのアンジュルムが見れますので来ていただきたいなと思います。はい、そしてふなちゃん、はい、もう今まだリハーサル始まってないのにもうちょっとやりたいって思ってるんですけど、10人トイロプラスということで、自色のこうペンライトがキラキラしている光景が体験されたらいいなと思います。はい、ということで皆さん、5月28日はぜひ日本武道館に足を運んでくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。以上、アンジュルムでした。2曲ご覧いただきました。はい、ジュースジュースはですね、あのホールツアーの映像をご覧いただいたんですけども、本当にこの7人でホールツアーをするのが初めてとなっていまして、すごいちょっと緊張してる2人を見て、新メンバー2人を見て、もう大丈夫だよ大丈夫だよって言いながら、お姉さん側も結構緊張してるみたいな感じだったんですけど、残り少ないですけど来てもらえたら嬉しいなと思います。そして、アンジュルムはですね、5月28日に日本武道館ということで、もうすごくすごくすごく楽しみにしています。いつも一生懸命なあなたのことがすごく好き。上村あかりがお送りしています。今回のハロステ、ここでいただいているメッセージをご紹介していきます。りょうじさんからいただきました。ありがとうございます。上村あかりさんへの質問です。アーリー、こんばんは。僕はアーリーの優しい性格が大好きです。そんなアーリーが優しいと感じたジュースジュースメンバーさん、かっこもしくはハロープロジェクトのメンバーさんのエピソードは何かありますか？よろしくお願いします。とのことで、はい、そうですね。あのジュースジュースのメンバーはですね、本当にみんな優しくて、何が優しいか、優しいって言ったらなんかもう日常的にすごい思うんですけど、なんか気配りがみんなできるので、本当に優しいなっていうのは1日1個は1人ずつ本気で出てくると思います。はい、そして最近優しいなと思ったハロープロジェクトメンバーで言うと、あのアンジュルムの室田瑞希なんですけど、今日のこの巻き髪も室田がやってくださったんですね。で、結構時間がない中でやってくれたんですけど、もうささささささって、全然いいよって言いながらやってくれて、本当に優しいなと。いつも遊んでますけど、本当に優しいところは
あの子の場合はもう5個ぐらい、5個以上言えると思っています。はい、ハロステの MC に答えてほしい質問、メッセージをメールで大募集しています。お名前と誰に答えてほしいかを明記の上、ハロステ at gmail.com HELLOSUTE at gmail.com まで送ってください。引き続き海外の方からのメッセージも募集しています。アップフロントリンクのページでたくさんご紹介していきたいと思いますので、ぜひチェックしてみてください。先日スタートしましたハロプロヒア、本当にたくさんの投稿ありがとうございます。いくつか紹介したいと思います。はい、こちらの絵なんですけども、本当に可愛い絵でして、5人の時の絵なんですかね。はい、ぜひぜひスペインのバルセロナに来てほしいというコメントも添えてご投稿いただいたんですけども、本当にスペイン行ってみたいなって本当に思いますね。7人でもしツアーがまたできた時にはスペインでやってみたいなと思いますし、本当にこの絵は本当に本当に嬉しいなって思いますね。ジランダダンスと、あとさっきのはね、あの撮影の時の絵をこうやって一生懸命描いてくださったんですね。本当に細かいところまですごい似てて、色もちゃんといっぱい使ってくれて、すごいすごい、あの後ろにはね、いい景色も、はい、背景で本当にありがとうございます。嬉しいと思っています。ぜひスペイン行ってみたいと思います。皆さんの住んでいる場所の名物や名所と一緒にハロープロジェクトファンをアピールできるものを撮影したムービーや写真にハッシュタグ HP アンダーバーヒアーとともに地名を入れて、インスタグラムでどんどん投稿してください。もちろん日本国内からの参加も OK です。お待ちしております。いつものお別れ時間です。彼より私がきっと好き。ここからは個人的な近況をお話していきたいと思います。最近私がハマっていることは、アンジュルムの室田瑞希ちゃんと遊ぶことなんですけども、先ほどもパンケーキを食べに行ったりとか、お買い物に行ったりとか、すごく室田とはよく遊ぶことが多いんですけども、室田とはハロプロ研修生として同期で発表された2人なんですね。だからそこからもうずっと仲良くしていまして、結構映画とかもよく見ますし、それこそご飯も行きますし、お買い物も行くんですけど、この前はお買い物に行った時に、あの一緒のお揃いのものを買ったりとか、今日も本当はお揃いのものを買う予定だったんですけど、ちょっとまた後日ということになって、後日本当に買うんですけども、それを買ったらもうお揃いのもの3つになるんですね。マフラーと、あと T シャツと靴になるんですけども、本当に趣味もよく合いますし、お洋服もそうですけど、もうすごくすごくいろんなことを話せるなって思いますし、大阪出身なんですけど私が、大阪旅行に2人で行った時に、私のお母さんに会わせて一緒にご飯を食べに行ったりとか、本当にお母さん同士も仲良くしていまして、結構室田のお母さんとお話しさせていただくこともすごく多いんですけども、これからもそんな感じで仲良くしていきたいと思います。そして室田がですね、何かゲームの景品で、あの夢の国のチケットを2人分いただいたみたいで、それは上村と行くために頑張って頑張って勝ち取ったんだよって言われたので、また行く時にはブログに写真も載せていきたいと思っていますので、お楽しみにしていてください。ハロープロジェクトのメンバーが大人として、社会人として、そして
女性としての魅力を高めるためにさまざまなお勉強をするコーナーです。今回はモーニング娘。18の加賀楓と森口咲が登場します。今回は抜刀体験ということで、はい、見てください。これもうかっこいい、刀がいっぱい並んでますけど、ガチの刀ですけれども、最初にですね、模擬刀を使ってその後真剣を使うわけですが、19、20、はい、どうぞ。ほん、はい、じゃあ刀を渡します。はい、はい、しっかり握ってください。上段に構えてアイスライドして、はいはい、そこで止める。いいですね。ここです。ここ切ります。はい、いいですか。刀をこうですね。はいはい、はい、上段に構えてアイスライドして、はい、おお、すごい。すごい。はい、上段に構えて、はい、スライドして、はい。すごい。はい、じゃあ、はい、一方バックして、はい、正眼。はい、右足が前、はい。で、それで気持ちをずっと落ち着けます。落ち着いたら、はいって言ってください。はい。はい、それでは刀を預かります。はい、よくできました。ありがとうございます。素晴らしい。はい、すごい。以上です。すごかったです。だってコンコン下から切って浮いたところから上ですもんね。そうそうそう、すごい豪華。刀はですね、こういうふうにして、この巻きわらはこう水につけてあります。だからこれを切るとやっぱり水分がですね、やっぱり刀につくと、そして放置しておくと錆びます。はい、それで必ず切った後にお手入れをいたします。はい、まず切ったこれ刀のこの汚れといいますか、これをこう拭うということになります。そして油を塗ります。これ長寿油といって、植物の油です。はい、でこれを2回こういうふうに引いてあげます。手入れ終わったらしまって、で次にこういうふうにお手入れをしておくと、次に切るときもまたよく切れる刀になります。でこれを手入れを怠って放置しておくと錆びてしまって、もう切れなくなりますから、必ずこういうふうにして切った後にはお手入れをするようにしております。これは短い刀ですけど、これは脇差しといって横に刺す刀ですね。昔のお侍さんは二刀、二本刺しって二本刀を刺してたんですね。でこれはいわゆる短い方の刀で、長い方の刀が刃こぼれをしたり、それとか、まあ、折れたりした場合に、これを、まあ、バックアップっていいますか、予備で使うという刀です。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、抜刀体験が終了しましたけれども、はい、いやー私は、はい、こう剣道とかも何もやったことがなかったので、はい、まずこの袴を着るのが初めてで、はい、着た時からなんかすごくカッチリしてるなと思って急に意識が締まるっていうか、気が締まる感じがして、こう手をここに置くんだよとか、はい、胸を張るんだよとかいっぱい教えていただいて、歩き方も全然違くて日本らしいことを学べたので良かったなって思って、あとはやっぱりこの剣を本物の剣でこう切らせていただいたんですけど、はい、なかなか切れなくて、うん、もう3本ぐらい私多分切ってるんですよ。だけど全然切れなくて、はい、最後はなんとか切れたので本当に良かったなって思うんですけど、はい、
難しかったですね。とにかく難しかったです、ね、でもいい経験ができたなって思いました。私はこの剣道の稽古の時の雰囲気をすごい懐かしいなって感じて、すごい集中してたんですけど、やっぱりその剣を振るっていうのも懐かしかったんですけど、真剣を持つのは初めてだったので、過去にその真剣で技を やってる人の映像とか見たことあったんですけど、その時はなんかかっこいいな、あすごいなとかってそんな感じで軽く思ってたんですけど、実際やってみたら本当にすごいって、重たいしね、もうあれをこう自由に扱えるなんて本当にすごいなって思って、でこれも多分日本の伝統的な文化だと思うので、興味を持った方はぜひ体験やってみてください。はい、前回森と千咲ちゃんが挑戦した時はですね、何回かやってやっと切れたということだったんですけども、やっぱりね難しいのかなって思ったんですけど、加賀ちゃんは剣道をやっていたっていうこともあって1回で切っていたので、さすがだなと思いました。続いてお送りするのはハロステスタイリングレッスンです。ハロープロジェクトのメンバーがヘアアレンジやメイク、ファッションなどのさまざまな見せ方をご紹介していきます。今回はジュースジュースの宮崎優香が登場します。それでは見てみましょう。ジュースジュースの宮崎優香です。今回はハロステスタイリングレッスン特別編ということで、ラフォーレ原宿店さんにあるエブリンさんに来ました。はい、このエブリンさんはですね、私宮崎優香と、そしてモーニング娘。18の牧野まりあちゃんが今期のカタログモデルを務めさせていただいているファッションブランドです。はい、そしてですね、エブリンさんは乙女心をくすぐるようなフェミニンテイストにトレンドをミックスさせたアイテムを数多く取り揃えるショップとなっております。ファッションに敏感な女性にとても大人気なお店です。今回はエブリンさんのファッションアイテムを使用したコーディネートをご紹介したいと思います。それでは早速見ていきたいと思います。これがすごく可愛いんですよ。これ私もカタログモデルの時に着させていただいたんですけど、めちゃくちゃ可愛いんですよ。がこれが全部刺繍になってるんですけど、ただの柄じゃなくて、なんかペラペラすぎないニット、しっかりしてるので、なんだろう、ちょっと上品に見える感じが私は好きで、これはすごい狙ってますね。エブリンさんはね、すごいウエストを結構重要視してくれてて、こうやってちゃんと結構穴が多いんですよ。だからきっと自分がぴったりのものを見つけれる気がします。あと私が見てて可愛いなって思ったのがこれなんですよ。すごい可愛くないですか。なんて言うんだろう、こういうコットン素材のやつにこういう模様見えるかな。で、今回のテーマを決めたんですよ。聞いてください。まず一つは柳川ななみちゃん、ヤナミンと水族館デート、そしてもう一個がダンバラルーちゃんとアクティブに公園でピクニックデートということで、いいですね。ヤナミンの方からもう早速決めていきたいなって思うんですけど、今チラチラ見てて、私的に水族館で着るなら、水族館で結構暗いじゃないですか。だから上に白とか明るいものを持っていきたくって、顔をちょっとでも明るく見せたいから。だってヤナミンに、宮崎さんちょっと暗いですよって思われたくないから、私はそれがいいかなって思ってて、で気になるのがこれなんですよね。でもこれヤナミンと行くとなると、やっぱりヤナミンに私はお洋服を褒められたいわけですよ。でこれかな、ルーちゃんとのピクニックデートはね、迷いますね。ピクニックってエブリンさんすごい、なんか私の中で室内で遊んでる可愛い女の子のイメージがあるから迷う。ちょっと店員さんに聞いてみたいと思います。お願いします。お願いします。公園でピクニックするためのお洋服っていうテーマで探してるんですけど、はい、どういうのがいいですかね。でもピクニックだったらやっぱ動きやすい方の方がいいですし、なんかちょっと
生えた方が今年っぽいかなと思うので、はい、色味、柄とか、はい、色とかも明るい方がいいかなと思います。でもなんか外となるとやっぱりデニムを履きたくなっちゃう。まあ、桜もだったらこれとか合わせたら、あー、かわいい。でオフショルできるとちょっと大人っぽくもなるので、かわいいかなと思います。確かに私も着てるこのドットとかも、あ、これがめちゃくちゃかわいいんですよね。そう、かわいいんですよ。これもロングだと動きやすいので、あ、確かになんかどれもかわいいんですけど、なんかエブリンさんが今一番おすすめ、これいいよっていうのって何かありますか？T シャツとか。おお、珍しいですよね。そうなんですよ、珍しい。思いました。 T シャツもすごい今年流行ってるので。確かにロゴも可愛らしく、カジュアルになりすぎない T シャツがおすすめです。あー、なんかそんなに、なんだろう、カジュアルですみたいな感じじゃないし、ちょっとコンパクトで。そうなんです、ね、しかもめっちゃ色あるんですね。そう、色が、そう、絡まりがいっぱいあるので、なんかこんなはっきりした赤って、そう、珍しい、珍しいですよね。やっぱ赤も流行ってるので、うんうんうん、明るく。でもエブリンらしいピンクとかもパープルとか青色も揃ってます。ドットとかに合わせてもかわいいんで、あ、かわいい、エブリンっぽくなって、うん、それとかもかわいい。それでは決まったので行ってきます。のコーディネートはこちらです。はい、こちらは柳川奈美ちゃん、柳美と水族館デートというイメージで決めてみました。はい、こちらはですね、まずはこの私のこだわりとしては、水族館はちょっとあの暗めなところが多かったりするので、ちょっと上に明るめのトップスを持ってきて、顔をちょっと華やかにというか明るく見せてくれる色を選んでみました。そして柳川奈美ちゃんと行くとなると、やっぱりお洋服を褒めてもらいたいので、分かりやすく褒めてもらえるようにここにさくらんぼがついているのを選んでみました。さくらんぼ今回あのそのエブリンさんでも結構あって、可愛いじゃないですか、分かりやすく。なのでこういうのもいいなって、ちょっとした遊び心と言いますか、そういうのもいいなって思いますし、あとはこのドット、ドットもたくさん流行るということで、ドットのこれは実はパンツスタイルなんですよ。でもこうやってフリルをこの裾にあることで、女の子らしさも忘れず、トレンドも取り入れた、そんなお洋服にしてみました。水族館はちょっと寒かったりもするので、袖ありっていうことも私のこだわりです。2つ目のコーディネートはこちらです。はい、こちらはメンバーのダンバラルルちゃんと一緒にアクティブに公園でピクニックというテーマをで選んでみました。はい、こんな感じなんですけれども、まず私のこのピクニックで一番重要視したいことは、まず座りやすいこと。ピクニック必ず座るじゃないですか。だから座りやすいことを考えると、短めのスカートよりも長めのスカートでゆったりとお腹がきつくならないような、そんなものを選んでみました。で、そしてもうこの時期となるとやっぱりもう紫外線も強いかと思うので、あんまり腕を出しすぎず、でもやっぱり暑くなったりもすると思うので、こういうちょっと透け感のある透けている素材のものを選んで、日焼け対策もしつつ、いいところをいいとこ取りな服だなっていう風に思ったので、これを選んでみました。あとはですね、ポイントとしてはこの、ウエストをギュッと縛ることができるので、自分の体型に合わせてすっきり着ることができるんじゃないかなと思います。そして靴はですね、ちょっと透けていることでまた足元も軽やかさが出るので、いいんじゃないかなと思います。そして最後のコーディネートはこちらです。はい、こちらというのはなんと、私宮崎ゆかとエブリンさんがコラボして作らせていただいたお洋服となっております。はい、そうなんです。私が絵を
あのお洋服の絵結構苦手なんですけど、絵を紙に一生懸命描いて、その私の思いをエブリンさんが汲み取ってくれて、試作をしてもらって、その後に私がここはもうちょっとこうしたいですとか、いろいろ要望を出してできた服になっております。こちらの服はロング丈のワンピースになっているんですけれども、これはビスチェはなんと脱ぎ着できるので、これを着てこうやって着てもいいし、こういうビスチェも今流行ってますよね。で、これが色違いバージョンなんですけれども、こうやって紐こういうのがついているので、色に合ったビスチェと同じ色の紐がついているので、こういうのでここをウエストをキュッとしてシンプルに着るのもありかなと思っています。そしてですね、このお洋服のポイントとして私がこだわったところは、このわかりますか、ここの本当些細なことなんですけれども、このワンピース最初は何もこれがなかった、レースがついてなかったんですけど、ちょっとここで透け感というか、なんだろう、もっと肌をちょっと見せたいなって、軽くしたいなって思ったので、こういうのを入れてもらって、ちょっとまたこれで夏にでもちょっと涼しく見えるかなっていうのがポイントです。そしてこのスカートの丈もこだわっていて、この中の裏地がちょうど私の膝が隠れるぐらい、普段はこんなに差がないんですよ、この裏地と表地の差が。でもそれをいつもよりちょっと多めにしてもらって、足が若干いつもより多めに透ける感じになっているので、またなんだろう、ちょっと軽やかな感じ、これから夏にぴったりなんじゃないかなっていう風に思いますね。そして2着目はじゃん、こちらとなっております。襟付きドットワンピースネイビーとオフホワイトです。実は冒頭で私こっち着ていたんですけれども、気づいていましたか。こっちのワンピースのこだわりポイントとしては、こちらも膝丈となっております。私膝丈がすごい好き で、今回はこのパフスリーブの袖をつけてもらいまして、ここをギャザーをキュッと入っているので、ふわんと綺麗なパフスリーブになるんじゃないかなっていうのと、あと襟もこうやって丸襟じゃなくてちょっととんがった襟なので、あんまり可愛くないです。こうやって丸かったらまたちょっと雰囲気が違って見えるんですけど、ウエストの切り替え位置もちょっと高めにして足長効果を狙っています。そしてなんといってもバックスタイルが可愛いんですよ。編み上げもね、やっぱ夏はいっぱい着たいなっていうのと、自分のサイズによってここをもうちょっとキュッキュッキュッと詰めてもいいし、もうちょっとゆとり持たせてもいいし、自分の体にぴったりと合わせて着れるんじゃないかなと思います。こちら2つはもう現在も販売中ですので、ぜひぜひチェックしてほしいなって思うのと、こちらのビステ付きの方もですね、嬉しいことにもう一度完売してしまいまして、ありがとうございます。5月下旬に再販売することが決定しましたので、ぜひぜひチェックしてみてください。今回はエブリンさんのファッションアイテムを使用してコーディネートを組んでみました。はい、やっぱりなんだろうな、すべてもうとにかく可愛いんですよ。一つ一つにこだわりがあるっていうか、どこを撮っても、あ、この服はきっとここをこだわってるんだなっていうところが感じられるところが私はすごく好きで、あとなんといってもサイズ感ぴったり着れるっていうところが私はエブリンさんの魅力なんじゃないかなっていうふうにも思いますし、たくさんいろんな思いが詰まったエブリンさんのお洋服、ぜひ楽しんでみてはいかがかなと思います。以上、宮崎ゆかでした。はい、エブリンさんと宮崎ゆかのコラボワンピースはですね、実際ジュースジュースのメンバー何人か持っていまして、それを着てたらすごい可愛いなって、女の子らしいなって思ってまして、ゆかもすごいこだわっていて、このコラボが決まった時にすごい喜んでたし、今年の流行りとかそういうのを取り入れてたりとか、形もすごく細かいところまでこだわっていたので、そういうのもチェックしてほしいなと思います。おかえりなさい。今日はどんな一日だった？教えてほしいな。ここまでお送りしましたハロステもエンディングのお時間です。はい、今回のハロステの MC で私は10回目の MC ということで、はい、本当に
今回もすごくすごく楽しいなって思いましたし、一人でやる MC はですね、なんと2014年5月ということで、ちょうど4年ぶりなんですね。4年ということはもうすごい年月が経ってるということですけども、本当に何をね成長したかなって思いながらの、はい、ハロステでしたが、すごくすごく今回も楽しかったです。ここでお知らせです。ハロステアプカミタイニータイニーの3番組では、番組をご覧のあなたからの新企画を募集しています。5月末までの受付になりますので、よろしくお願いいたします。それでは次回のハロステの MC を発表したいと思います。ダーン。はい、ということで、この絵を見ればね結構わかると思うんですけども、もう一つ大きな大きなヒントを言うとすると、私とアンジュルムの室田と一岡レイナちゃんとほんほんほんで遊びに行ったことがあります。大ヒントです。はい、次回はこのメンバーが MC を担当してくれます。お楽しみに。今回の MC はジュースジュースの上村あかりでした。またお会いしましょう。バイバーイ。